Euro, tell them. And we on once again. What's up, Dons? Welcome back to You Got Me Story, you feel me? In this judgment. Y'all thought I was done. Nah, bro, I just needed a little break. This thing long. Pause on that. But let's get back to where we left off, you feel me? We got caught up with the Yakuza, and they not giving a damn no more because they done off. Remember? If you don't, watch last episode. Let's get right back to it. モグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。どういうことです？新谷先生が。でも八神さん、さっきは大丈夫だって。なあ、沙織さん。俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ、犯人はモグラだと思う。警察に通報は？いや、これから。じゃあ、まず通報した方がいいです。それから。通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。Now we're on another case. Who the murk the mole rat, bro? Who the murk the mole rat, bro? We need that number. You got me? I hope you got that number, bro. Then it's this dude coming up. Man, come on. And it's at my office. Ain't got time to deal with this dude. Oh, wow. いきなりあんたが来るとはね、黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ。よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか。お前、それが妬ましかった。They should never sent this smart aleck MF in here, bro. 被害者とはもともと不仲だったんで。Man, come on, man. This ain't got nothing to do with me, though.
挨拶代わりに人を犯人扱いか。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらうぞ。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前おし警察なめんな。Oh shit. So you telling me old buddy been snitching that he been giving me info, or they done beat it out of him to tell me that he gave me info? Like, they know I got info though from old buddy. Wow. わかってる。今からそっちに行くから。じゃあまた後で。Wait, is everybody finna think that I done this? Everybody gonna think I done this, bro. Wait, was this case closed? This one opened back up because the mold done popped in the story. Okay. Let's get back to doing what we're doing. 新谷先生と連絡が取れないって、沙織さんからそう聞いたんで、電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を？ええ、えぐられてた。教令会に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ、どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。あの、モグラが新谷先生を八神さんの事務所で発見させた理由は何でしょう？わかんねえ。やつを追っている俺への嫌がらせか脅し、その両方かも。八神。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。なんなら少し町を出てた方がいい。お前までモグラに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも良い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のいろはを仕込んでくれたのも新谷先生です。
頼れる先輩でした。報告ありがとうな、ヘガミ。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。助かります。星野君は？僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか。じゃ、お先。おやすみなさい。That's what I was thinking. Our buddy has something to say. この事務所、What's up, bro? 八神さんの自由に使っていいですから。もともと僕の方が新参者ですし、鍵も渡しておきますね。What if he trying to set me up? It's like you can't trust nobody now, bro. What's up? ちょっとだけ話させてもらっていいですか？ I knew you had something to say. Talk to me.ああ、話って？ええ、新谷先生の件なんですけど。八神さん、さっき言ってましたよね。源田先生にしばらくおとなしくしてるって。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。もしそうだとしたら？源田先生には黙ってます。ただその代わり、うん、僕もいいですか？一緒にモグラを追いかけても八神さんたちの足は引っ張りません。だから。もしかして新谷の敵討つため？あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して、分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに、何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですから。いいのか？源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。自分の弁護は自分でできますから。だから八神さん、いいですか？僕も一緒に。オッケーしないと源田先生にチクるんだろ。ええ、申し訳ないですけど。よし、分かった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。でそいつが分かるかもしれない証拠があるんだ。今日新谷がスマホからかけてた電話番号、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて。こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。なんだって？知ってる場所ですか？3年前その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて、
山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って八神さんが弁護した、あの大久保新平は創薬センターに出入りする理念業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で、回収したシーツごと死体を運ぶ。 Bro, what if this dude is out of jail and he the mole? そうでしたね。What if he's the mole, bro? That's all I'm saying. 八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、神室町のシャルルってゲーセンがある。まずはそこをアジトにしよう。わかりました。海藤さんには僕から連絡しときます。ああ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。Oh, so this the hangout now. Alright. Got a boy Kato in here. Joker in here. Hey! Getting our own little gang together. I forgot buddy name, but that's our whole high school homie. なんだと。星野くんって見た目より気も座ってんだね。案外腕も立ったりして。一応空手は三段です。え、喧嘩で使ったことはありませんけど。役者は揃ったみたいだな。ああ、そうらしい。源田法律事務所の新谷弁護士が殺された。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな手貸してくれるか？先端創薬センターか。また妙なとこで妙なもんが出てきたな。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ？ああ、新谷が殺される直前、なぜかその創薬センターに電話をかけてた。創薬センターって去年テレビで騒がれてたね。 What if Shintani worked for the ADDC or whatever the case may be? Like, what if you worked for them though, bro?
本日は先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9の論文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9、センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。神経脳生理学の世界的な権威でアドデック9論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時、センターを案内してもらった。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデック9の完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また一気に増築するようです。景気のいい話だな。だがよ、そんなとこにあの新谷がなんで電話してたんだ？それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。てめえ、人の電話勝手に。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたかだね。ああ、それを電話だけでどう聞き出したもんかな。そこは腕の見せ所じゃないの、八神探偵。先端創薬開発センター総合受付でございます。あ、もしもし、私は源田法律事務所の弁護士で、新谷と言います。はい、新谷様でございますね。昨日もそちらへお電話したんですが、またその時の方とお話ししたくて。昨日のものと言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。それがうっかりしてまして、なんとかそちらで分かりませんか。あ、ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。要件はですね、大久保新平の事件について、3年前にそちらで患者さんが殺害されたかと思うんですが。あの、失礼ですが、マスコミ関係の方ですか？いえいえ、弁護士ですって。そうですか。ちょっと分かりませんので広報におつなぎします。よろしいですか？ええ。お待ちください。なんかあまりいい手応えじゃなさそうだね。お待たせしました。はい。広報では新谷様から昨日お電話はいただいてないとのことです。そうですか、分かりました。電話じゃ難しいな。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの？俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。僕も行きますよ、八神さん。ほんじゃ俺は東と松金組の様子でも探っとくか。羽村の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝手に。そんな、そういえばさ、八神さんが無罪にした大久保新平だっけ？今はどうしてるの？拘置所にいる。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。八神さん、面会に行ったりとかは？いや、俺は一度も。なんでそんなこと聞くんだ？大久保って実際どんな人だったのかと思って、結構ニュースでも騒がれた事件だったから。
八神さん、大久保を無罪にした時本当はどう思ってたの？マジで無実と思ってた？多分な。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ？それも八神さんが弁護してたよね。ああ、その時も無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然？もうそのくらいで勘弁してやれや、杉浦。ちょっと立ち入りすぎた。いや、ならいいけど。八神さん、すぐ行きますよね、創薬センター。僕先行ってタクシー捕まえておきますから。公園前通りで。You got me feel embarrassed right now, bro. You feel disrespected a little bit. I push too far. OG Don, let me show you. Hit that like button, hit that subscribe.